白いお船が着くたびに、もしあの港に行ったけ、そしてね、そしてしょんぼり涙ぐんでは戻ってくの、ああ、あの人は外国港の窓ガラスだな。死ぬほど愛した二人でも、港は別れて行くところ、だからね、だから今手紙が一点あったきり、あの人、あの船、なぜ来ない、いつもね、いつも一人で海を「聞かせておくれ」